セキュリティサークルアップデート、7月20日からメンバーを入れ替える必要があるそうです。はい、こんにちは、八野誠でございます。今日も B ネットワークの情報をお伝えしていきます。今日はね、 B ネットワークのウェブサイトの方から情報をお伝えしていきますけれども、実はですね、7月16日に、はい、こんな感じでね、新しいニュースが、はい、アップデートされていました。こちらをね、見ていきたいと思いますけれども、セキュリティサークルアップデートということで、あれ、ついこの間セキュリティサークルアップデートされましたよねということでね、私もんと思ったんですけれども、よくよく見ていくとちょっとね、これからのことを書いてあるようです。はい、じゃあね、早速内容を見ていきたいと思いますけれども、英語のね、ウェブサイトなんですけれども、 Google 翻訳で今日本語を表示しています。セキュリティサークルの正式な立ち上げの日付をマークしますと。親愛なる B のサポーター、セキュリティサークルのベータ版のリリース後、ほとんどのユーザーはすでに収益率の加速を経験しており、何百万人ものユーザーがベータ版をアクティブ化したことがわかります、ね、先日アプリをアップデートして、まあ、そこでね、セキュリティサークル機能が追加されて、皆さんね、セキュリティサークルに、はい、あのメンバーを追加してマイニングのスピードアップさせていると思うんですけれども、まあ、それについてね、今後ちょっと変更がありますと、ね、ユーザーはセキュリティサークルがアカウントのセキュリティのためのものであることを知って不必要な損失を防ぐ必要がありますと。1400万人のパイオニアを打ち破った瞬間、次の公式発表の時が来ましたということで、 B ネットワークも1400万人いってるそうですね。はい、更新は次の通りです。セキュリティレベルを高め、すべての人に公平であることを確認するために、セキュリティサークルを作成するためのチームメイトの招待のみを受け入れますと。はい、でこれが7月20日に電話連絡先の招待でセキュリティサークルを作成したユーザーの獲得率は停止されます。その日付の前に加速された収益率は同じままでした。チームメイトの招待によってセキュリティサークルを作成したユーザーの場合、収益率は影響を受けません。7月20日までに電話連絡の招待状のウィンドウを閉じますと。はい、いうことで、これね、何を言ってるのかわからない人結構多いんじゃないかなと思います。後でね、ちょっと画面見ながら解説しますけれども、はい、で更新時間が、まあ、7月20日と、7月20日に、まあ、セキュリティサークルに対しての仕様を変更するということですね。ユーザーは不必要な損失を避けるために、公式アップデートの前に電話連絡の招待によって追加されたセキュリティサークルのメンバーをチームメイトの招待によってできるだけ早く交換する必要がありますと、はい、いうことになります。じゃあね、これ何を言ってるのか具体的に多分わからないと思うので、ちょっとね、画面を見ながら説明していきたいと思いますけれども、はい、こちらですね。はい、でセキュリティサークル、あのトップ画面からね、セキュリティサークルのマークをタップするとこの画面に来て、まあ、獲得チームとセキュリティサークルと、はい、選べるんで、ここでセキュリティサークルをタップしますと。そうすると、もうすでにね、皆さん、あのセキュリティサークルに7人ですかね、追加していれば、ね、プラス 0.2B が増えていると思いますけれども、で皆さんどのように追加したかによるんですけれども、私はですね、結構、まあ、あの私のリンクから紹介、リンクから、B ネットワーク入っていただいた方が結構いるので、まあね、このね、2つ選択肢があるんですよね。あと、カーレントティーム、パーソンと、あと、フロムブックと。で、上の方は B ネットワークをやっているメンバーの中から選びますよということで、で下の方はですね、メンバーではないんだけれども、あなたの、電話番号ですね、電話番号の電話帳に載っている人から追加しますよと、ね、この2種類が選べますと。で、私のように結構ね、紹介コードを使って登録してくれている方が、まあ、7人以上とかいる方であれば、全部ね、この上の、
チームメンバーだけでセキュリティサークル構成することができると思うんですけれども、残念ながらね、紹介者が1人2人もしくはゼロとかいう方だと、セキュリティサークルを埋める場合にはこのね、電話帳のね、 P ネットワークやってないんだけど電話帳に載ってる人を追加して、まあ、セキュリティサークルのレベルを上げるということをやってらっしゃる方が多いんじゃないかと思います。で、これが20日以降ですね、この B ネットワークやってない人のセキュリティサークルへの登録は、マイニング率にカウントしませんよということを言っています。はい、なので残念ながらですね、招待者が、まあ、ゼロとか1人2人とかの方に関しては、電話番号から追加している場合は、マイニングスピードが減っちゃうっていうことなんですかね。はい、ちょっとこの辺のね、私もP ネットワークやってない人を追加してないので、どう変わるかっていうのはわからないんですけども、少なくとも先ほどの公式発表を見る限りでは、まあね、こちらから追加した人は無効にします。で、さらに、7月20日以降はこのボタンすらね、消えるということを先ほどのね、メッセージで宣言されていましたので、はい。ね、まあそういう仕様変更がありますよということになります。で、なので、まあ7月20日までに、まあこちらから登録した人、ね、もしいるんであれば、ね、チームメンバーの方に変更してくださいと。まあチームメンバーが7人以上いないとね、結局こちらから追加した人しかいないのかとは思いますけれども、まあ、いずれにしてもですね、7月20日以降はこのボタンが消えますよというのと、B ネットワークをやってない、ね、電話番号をセキュリティサークルに追加した場合はそれが無効になりますよということなので、はい、まあ、あらかじめね、そこをご承知しておき、おいてくださいとか、もしくはね、半々にやってる人とか、まあ、ちょっといるかどうかわかんないんですけれども、ね、全部チームメンバーで構成してくださいというのが今回のアナウンスになると思います。はい、ということでね、ぜひ B ネットワークもやってみようかなと思った方はですね、こちらの QR コードを読み込んでいただいて、そうするとね、アプリのダウンロードサイト飛びますので、iPhone 版もしくはね、Android 版の方からダウンロードして、で、紹介コード、こちらの紹介コードを使っていただくと、ね、1B ですね、1ポイントをあらかじめ付与された状態でアプリ起動しますので、ぜひですね、使っていただけたらと思います。はい。そして B ネットワーク、アプリのインストールから登録方法、アプリの概要についてね、こちらの動画で解説していますので、ぜひですね、動画を見て登録していただけたらと思います。このね、今見ていただいている画面、スクリーンショット撮っていただいて、後でね、QR コードでこちらのバーコードを読んでいただくと、まあ、解説動画見れるようになっていますのでね、そちらを参考にしていただけたらと思います。はい、そして元祖スマホマイニングのパイネットワークです。1日1回電源マガクをタップするだけで、パイという暗号通貨をマイニングできます。こちらのサムネイルの動画で登録方法や概要について解説していますので、参照して登録していただければと思います。この画面をスクリーンショットしていただいて、QR コードを読み取ると解説動画が見れるようになっています。概要欄の方にも URL や関連の動画を掲載していますので、合わせて参照してみてください。そして、時は金なり。時間を暗号通貨に変えるアプリ、タイムストープです。1日1回出席確認のワンタップでタウという暗号通貨をマイニングできます。こちらのサムネイルの動画で登録方法や概要について解説していますので、参照して登録していただければと思います。この動画をスクリーンショットを撮っていただいて、QR コードを読み取ると解説動画が見れるようになっています。概要欄の方にも URL や関連の動画を掲載していますので、合わせて参照してみてください。